今朝イカ飯を放牧に出したよ。放牧っていうのは秋になって寒くなるまで牛をずっと外に出しておくことなんだわ。なんで？まだ子牛だからさ、大人になるまでは子供を産んだりおっぱいを出したりできないっしょ。うんうん。だから大きくなるまでは餌代や手間がかからないように放牧地に出しっぱなしにしておくのさ。寂しくないのかな？最初は寂しいかもしれないけど、お友達もいるし、一日中遊び放題、草食べ放題だから慣れてくると結構楽しいんじゃないかな。そうね。雨が降ったらどうするの？木の下に固まって雨宿りしてるっしょ。なるへそ。じゃあいただきます。いただきます。へえ、イカ飯外に出たんだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ってことはご飯、ミルクはどうなるの？ミルクはどうなるんだ？奥の縁のあのレンガの先に虫っていうか砂糖水塗ったけど、午前中に行かないとな。今日はツバメは大丈夫だ。どうしよっかな。あとは水やりをやって、放牧地もちょっと見に行きたいな。おお、トマトが赤く育ってる。わ、キュウリも大きい、ナスも大きい。おお、すごい収穫時期じゃんこれ。まだまだ真っ赤になるのかな。よしよしよし、オッケー。俳句のおじちゃんに会いに行こうっと。もう俳句のおじちゃん黒帯より上くれないのかな。おおじちゃん、こんなところに。今日から外に出してあげたんだけど、あんまり喜んでないみたいだね。あ、やっぱりお母さんの近くがいいのかな。そういうのあんのかな。あ、ぼっくんのことじゃなくて子牛のことだからね。分かってますよ。イカ飯もちょっと会いに行きたいな。まあ虫はいいかな。とりあえず揃ってきてるからな。今日はどんな用事だべさ。はい、こうやろう。じゃあ今日も頑張って作ってみるべ。やっぱり韻を踏むと高得点がもらえるっぽいことが分かったから、韻を踏んでいこう。セミしぐれ、羽を焼かれて一瞬の静寂ってどうかな。でも韻は2つしか踏んでないけど、最後も韻踏んだ方がいいのかな。なんかこれは言葉が結構つながってる感じがするけど、セミしぐれを 羽を焼かれてとなんかこう表現してるのがいいんじゃないかな。いってみよう。セミしぐれ、羽を焼かれて一瞬の静寂。どうだ。うん、まあまあだな。まあまあか。採点は高得点出したかったな。40か。残念。次回また精進して頑張るようにな。もう黒帯より上はないのかな。あとはイカ飯を見に行こう。お姉さんにも会いに行くし。こんにちはーす。やっぱ光ってるよね、ここだるまの中。ダメか。うん、暑いな。胸とか膝の裏側とか。これは聞いたよーんと。うわっ、あー、こらクソガキ、何すんだよ。びっくりした。ごめんなさい。今度やったら結婚してもらうからね。やっていいっすか。僕くんの顔これ壊しちゃった。棚が下に落ちて周囲にガラスの破片が散らばっている。ありゃー、これは怒られそう。
怒られたけど。この仕事とにかく暑いだろ。商品に割っちゃったんだもんね。今度やったら結婚してもらうからな、はお姉さんよりもう一回り年上の人がいたら本当にとんでもない恐喝になるよね。虫相撲で強いのをいっぱい倒していけば進むのかな、それともキングをいっぱい倒していけばいいのかな。なんだろう、もう強いのでは絶対負けないようになっちゃった、まあ、昨日負けたけど。注意するのはやっぱりカミキリムシかな。あれ、緑ちゃんいないか、そっか。なあ、ボクちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか。ないか。じゃ、ま、トンボいっちゃった。せっせっせーのよいよいよいはまた後でやるとして、今日はやらずに虫相撲早い時間にやろう。は、虫相撲をやんのかい。やろうやろう。へへ、わやにしてやるぜ。わやにしよう。今日はみどりちゃんがいないから。あー、みどりちゃんいない。呼んでこなくちゃ。いや、呼んでこよう呼んでこよう。来たよ。はやー。じゃあ、いけにゅうは。というわけでね、れいくん。というわけで、虫相撲まずは、どさんこ戦士を。最初は私ね。弱いじゃん、話にならない。ごめん、持ってないんだわ。あ、僕持ってない。ない？ハヤト、チェンジするべ。俺持ってないぜ。キングでないか。誰も持ってないみたいだべさ。強いはもう全然負けないんだよな。で、決まりさ。ドサンコ戦士100勝までね、強くするか、今日は。あれ、いい試合。うわ、いいぶちかましだ。うわうわっと投げられたけど、そんなに減ってないぞ体力は。あ、がっつり減った。まあスタミナで勝つかな、これ技がぶちかまし圏内だけど、押されている。いけるぜ。大丈夫か。あー、負けだよ。 OK、 プラス6。すごい強敵だった。意外に強いも強い。次は私だよ。よいしょよいしょ、勝ってね。まあ勝つでしょう、こんだけ強ければ。これ、おっと、やばい。それそれ食らったか。まずいまずいまずい。こっちも何か技を出して。いい感じいい感じ。危ない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 。なんだそれなんだそれ。負けないで。張り手みたいな感じだったじゃん。あれ、よしよしよし、私の負け。結構強いが意外に強敵ぞろい。よし、行け。それやめてくれ、酔っ払うんだよこっちが。うわあ、よしよしよし、目くらまし食らってる。よし、押しとくか。しっかりしろ。いやあ、よしよしよし。なん、それずるくない。あ、よしよしよし、復活した。土壇場で復活した。うわあ、マリオ RPG 来た。強いな。ノコギリクワガタ、かもなく不可もなくっていう感じだから。まずいっしょ。うわ、なかなか特徴的なあれがないのかな。まあ、ぶちかましが出ればいいんだけど。よし、いい。よし、危ない危ない危ない。相手なんでそんな技出るんだ。当たってないけど。あ、悔しい。じゃあ次は俺の番ね。すごいギリギリで勝ってるな。いけいけいけ。また三山さんか。三山さんだと勝てばスタミナが上がるから。いや、ぶちかましい。勝て。やった、いけるぜ。頑張れ。うわー、その投げすげー減る。相手のスタミナも減ってきてるから、これは勝ったな。よし、あ、負けたよ。スタミナ増えないか。60勝。次は私だよ。え、大カマキリ。技の威力やばい高そう。うわ、力強っ。いい感じ。やばい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 。私の勝ちっしょ。
持ち上げられたらカマキリは強すぎるべさ。どうしようもない。ほとんど反則さ。そんな高い高いみたいなポイってやられちゃって、したらもうカマキリな、カマキリを当てていくしかない。勝ってね。力で負けてるから技で、先に技を出せ。よっしゃー、私の負け。強い。さすが薄バカちゃん。次は僕の番だべさ。またオカマキリかよ。さっきのでかかったな。あ、でもそれでも力負けするか。よし行け。うわっ、うわっ、そう、こっちもやり返せ、やり返せ、やり返せ。やったね。どんなもんだい。いやー、くそ、なかなか強いも強敵になってきた。オカマキリは強すぎるべさ、ほとんど反則さ。強いわ。ドサンコ戦士が負けて、ウスバカマキリが負けたら、やっとあとはサンダー仮面。ガンバガンバ押してくるか、1回2回押しとくか。よし行け。技の威力で貸したい。技出せ。よっしゃ。え、よし行け。あーっと空振り。頑張れ。よし、オッケー。負けちゃったべさ。強いな、本当に強い。じゃあ次は俺の番ね。いけいけいけ。これでスタミナが長ければいいんだけどな。頑張れ。うわ、負けちまうよ。あー、外しだ。頑張れ。うわ、負けちまうよ。いや、回し蹴りも当たらない。スタミナで負けてるのが怖いな。よし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 、スタミナ逆転した。押してけ押してけ。うわ、負けちまうよ。いや、回し蹴りが当たんない。うわ、負けちまうよ。あー、体力回復きた。あー、回し蹴り当たんなかった。うわ、負けちまうよ。いや、技が出てるんだけど当たらない。頑張れ。よし、回し蹴り来た。いいぞいいぞいいぞ、押せ、押し切れ。出るんじゃねえぞ。押し切れ。うわあ、ダメか。スタミナは、うわあ、体力回復。回し蹴り。よっしゃ、オッケー。いい回し蹴りだ。次は私だよ。勝ってね。おさむの大きいのか。負けないで。おさむ、ほんとなんか厄介なんだよな。ここに来て技が当たんなくなっちゃった。負けないで。あれ、当たんない。頑張れ。いや、負けない。力で負けてんのか、あともう技で体力をがっつり削るしか。当たんない。頑張れ。おっしゃ、いい回し蹴り。負けないで。一気に土俵際に。もう一回技一発で決まれば。あー、惜しい。でもスタミナ削りきれそうだな。出た。なんだその体力回復技。引き分けになっちゃうかな、そろそろ。押せ。うわ、ひり、あれ、よし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 。すごい長い戦いになるんだよな、オサムシと戦うときは。次は僕の番だべさ。またオカマキリか。使ってね。釣り出しずるいよな。あとはもう噛みついていくしかないかな。よし、もう一回頑張れ。よーしよ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 し。強い強い強い。次は僕の番だべさ。トラフカミキリ。へー、ほんとだ、トラ模様だ。よし、行け。強そうだぞ。うわ、まずいっしょ。よし、決まった、オッケー。いつも通りいつも通り、サクサクと追い出します。力負けしてるか。なんかすごい技出してきそうだけど、回し蹴りが当たらない。スタミナで削り切りたい、早く。よっしゃ、オッケー。負けちゃったべさ。三連突きっていう技なんだ。じ
次は俺の番ね。30勝大桑形来たか。ついに頑張れ。力負けするような技で一気に。よしマシリー、そうそうそう、距離を稼いで多分また押されていくから、押されていく間にもう一回技を出せれば。あー3連続やらない。いやいやいや、頑張れ頑張れ頑張れ。よしナイス。今回さ大桑にも勝てるようになってきたな。あれ、大桑が負けちゃったよ。頑張れ。勝ったぜ。あー負けた。三山強いな。今日はこれぐらいでいいかな。じゃしたっけしたっけ、バイビーバイビー。あ、カブトムシも育ててなかったな、そういえば。まあいいや、そんじゃ僕くん、たまには釣りでもするか。ダムシズムを。ツバメのところは平和だったしな。こっち行って。何かいるかな。深山のメス。うわすごいの。ビッグ。へえ、ジャンボ君入れとくか。砂糖水を使おう。べっちゃ大神のおばちゃん家に会いに行こうっと。なんかこの赤いトンボはなんだ。捕まえた。トンボじゃない、チョウチョだ。ヒヨドシチョウ、あ、捕まえたな。まあ乳がついてないからそんなもんだとは思ったけど。原生林ダメか、なんもないか。一応ザリガニチェックをして、お、やったー。中くらい。すんごい笑顔。走り抜けるー。あれ、大神のおばあちゃんちって間違えたか、道。こっちだよね。あ、またおじさんいる。おじさんというか息子さんか。ホワイトアスパラの畑って見たことあっか。白いアスパラ。そうさ、この辺は一応白いのも緑のも特産地だからね。ホワイトアスパラの畑はね、土しか見えねえのさ。アスパラはどこにあるの。お日様が当たらねえようにおがってきた分だけ上から土をかけんだわ。だから白いの。あ、そうなんだ。お日様に当てねえから白いアスパラになんのさ。へえ。あ、そうなんだ。味って違うのかな。ねえ、おじちゃんが住んでる札幌ってここから近いの。うん、すぐ隣町だよ。車で2時間ぐらいさ。へ、それって近くないと思うよ。2時間が隣町ってすごいな。例えば道内で引っ越しすんのに荷物だけトラックで送って、人は飛行機で、なんてことも普通にあるんだよ。へー、北海道は広いんだから。すごいな。マジか。まあすごいな、ちょっとすごいな。裏茶の目。へえ。釣りしよう。食パン。食パンって本当に釣れることってあるんだ。あの伊藤の時はすぐ釣れたんだけどな。釣りが待ち時間が多くてなんか飽きちゃうな。草滑り行こうかな。
夕方になっちゃった。どっちが早いかな、草滑り。こっちから行く道が早いかな。間違えた。ここじゃない。ここじゃない。こっちから行く方が早いかな。草滑りはおっちゃんのトラックに乗っかってた方が早いと思うんで。あー、もう時間ないかな。違う違う違う。4時。草滑り行きたいな。みどりちゃんが歌ってる。ああ、もうそろそろ夕方だから集荷に行かないといけないべさ。あ、忙しいんだ。また何かよっかい？トラックに乗せてもらう。お寺の近所。よっしゃ。じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。行くべ行くべ。ありがとうおじさん。なんもさ。よし、これで草滑りでちょっとアイテムをちゃんと回収したいな。間に合うかな。時間は5時。あ、間に合いそう。一発勝負だね。もっと重なるようにどんぐらいあるかな。何かいるかな。どんぐりなし。やったね。何？ノコギリカミギリはもういいや。よし、きっちりと取っていこう。これは丸太に乗らないで右の道を選んで、丸太で減速、丸太じゃない、この藁で減速をしつつ、もっと右だっけ、前を見たい。これを無理やり降りる。降りて右右、丸連だ丸連だ。まあな。ダメかー。ちょっとシビアすぎない？タイミング。あ、そういえばイカメシいるんだったな、ここに。あ、一匹増えてるじゃん。一頭か。あ、イカメシだ。イカメシ体当たり。イカメシをよく見よう。イカメシだ。イカメシに今日ご飯あげてないけど大丈夫かな。草食べてるから大丈夫か。ちゃんとみどりちゃんの歌声が聞こえる。あ、おじちゃんもいるし。おっす、おじちゃん、ご飯だよ。あ、まだその話してんのか。みどりちゃん気合入ってるな。牛用のご飯はもうあげなくていいことになったのかな。あ、あげるんだこれ。よし。あ、あげるんだこれ。おじちゃん出てきそうだけど、なんとか放牧地の方まで。あ、あ、これそこまで行けばこうやって来るんだ。はい、ミルクだよ。
イカメシは一生懸命ミルクを飲んだ。もっと飲みたい。ニコー、そういうことか。わかったわかったわかった。多分時間がもうないんだよね。ああもう6時だ。次画面切り替えたら終わりだ。こっちから行くか。こっちじゃないか。見るじゃん、その下にいんのか。もうあれか、お母さんにご飯呼ばれちゃうな。呼ばれちゃった。8月も16日か、早いな。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。みどり、お前昨日晩ご飯の後いなくなってたけど、どこに行ってた？家の前でピロシキとお話ししてたんだ。ピロシキって言うんだ。ブラシかけたりとか。今日もこの後行くのかい？うん、うん、なんか悲しそう。イカ飯にピロシキに。あ、おばちゃんここにいるの珍しいな、最近。アスパラガスさん。おばちゃんは算数が得意なの？そうだよ。みどりも算数が得意なんだ。マティな性格なんだわ。待て。そうよ、几帳面なの。じゃあおじちゃんは待たないの？あれ、マティってわかんない？方言なのかな。あるよね、伝わる。今日の晩ご飯のテーマは我が家の定番、牛乳たっぷりのまろやかホワイトシチューにお父さんとパパが大好きな焼きナスを添えてみました。美味しそう。みどりちゃんの話を聞いて、あ、お姉さんがお盆の最中だけいたのかな。16日だからもう家帰ってるかな、夜。山の中の探検楽しかったね。うん、僕も楽しかった。ねえ、あんたってやっぱりあの時のこと覚えてんじゃないの？何のこと？小さい時この家に遊びに来て、うそんこで私と約束したことだよ。やっぱなんかあったんだ。いきなり何かを思い出したような気がした。でもやっぱり気のせいだ。気のせいかよ。僕がした約束って何？何って聞かれても困るっしょ。みどりちゃん覚えてんだな。やっぱりこれ最初冒頭でなんかあった、こんな感じのはなんかあったんだな。わあ、また下にいるのか。お姉さんの家にいて、その何かを達成した時っていうのをまた話しかけたいな。なんで春美さんは修行に来てるんだい？ああ、ここ会話一緒か。修行。残念。じゃあ夜はもう寝ようかな。あ、お風呂入んなくちゃね。なんかこう8月から9月になるにつれ、まあまだ日が長いんだけど、だんだん日が短くなるのを実感してくると、本当に物悲しい夏の終わりをなんか実感しますね。いや、もうお盆も終わりってなると本当にいよいよ残暑で、あとは本当夏がどんどん終わっていくのを、寂しい。赤ちゃんが寝てる。あら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 。みどりちゃんとした約束っていうのがなんかちょっと気になるな。姫しじみってなんだろう、綺麗な。そんな色してるんだ。
青い羽に白の縁取りが、なんかなんだか涼しい感じだね。花を探して低く飛ぶ美味しい蜜はないかな。へえ。あとなんか気になるのないかな。ヒヨド市長って見たっけ。ヒヨド市長。ヒヨド氏はふんどしとは違うけど、おどしというほど怖くはないよ。大人の姿になってから冬を越すんだ。寒くない？なんでヒヨド氏なの。こういう説明文読むのが面白い。本当にそれはミヤマクワガタのメスで入れたな。これは一回やったっけ。あ、やってなかった。オスとは違って丸っぽい。メスでも足の付け根のとこがオスみたいにオレンジなのは深山のメスだけなんだよね。あ、そうなんだ。へー、深山クワガタ顔がかっこいいんだよね、深山クワガタって。さてさて、ちょっと夜やることなくなっちゃったけど寝ますか。最近ちゃんとラジオ体操に出れてるから、とっても健康的な僕くん。今日は何書くのかな。特に何もないとか。出た、何もない日。今日は何にもない、特別に素晴らしい日だった。確かになんかイベントあったわけでもないし、残念。まあこんな日もたまには。8月16日これで終わります。また明日、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますので、よろしくお願いします。赤髪の友が料理や釣りにチャレンジするチャンネルも作りました。こちらもぜひ登録してください。またのご視聴をお待ちしております。バイバイ。